奮闘されている政党の代表の方々から発言をしていただきます。はじめに民進党を代表して岡田克也さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、民進党代表の岡田克也です。今日は本当にたくさんの皆様ありがとう。去年の秋に皆さんに支えられて、我々各党は国会での審議とことん頑張ることができました。皆さんの応援に心から感謝します。ありがとうございます。安全保障法制、安倍総理は成立をしたと言っていますが、憲法違反の法律はいくら時間が経っても憲法違反です。これを廃止に追い込まなければなりません。力を合わせて頑張ろうじゃありませんか。そして最近の安倍総理、まず1月に参議院選挙で3分の2改憲勢力で取るんだということを明言しました。国会の審議の中で憲法9条の改正に何度も何度も言及しました。最近は憲法改正を議論しないのは無責任な勢力だと明言しました。皆さん、安倍総理が目指しているのは参議院選挙で多数を得て、そして憲法9条の本丸に切り込む、これを改正する。限定された集団的自衛権どころか、限定のない集団的自衛権の行使をやり抜くというのが安倍さんの魂胆。皆さん力を合わせてこれを絶対阻止しようではありませんか。夏の参議院選挙、もう2ヶ月しかありません。我々野党、力を合わせてこの選挙を戦い抜いてまいります。どうか皆様のご支援、心からお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。